相変わらず甘えん坊ね。だってだって。久しぶり。リョービちゃん、大人っぽくなったわね。ちゃんも大人っぽくなったわ。わーい。陽気お姉ちゃんは全然変わってないね。あれ？これ何？なんか天使の輪みたいだけど。うんどれ、触るな、ぶっ殺すぞ。それにだけは触っちゃならんのじゃ。なんか知らんが、触られるとめちゃくちゃ腹立つんじゃ。二度と触るなって、このクソボケ。ハウーン。何がハウーンだ、このあの、あめ。姉さん、どうした、リョービ。どうしたのって何よ、今の喋り方は。まさか生き返ったら性格が変わっちゃったとか。え、リョウキお姉ちゃんは前から怒るとこんな感じだったよ。の戦い以来だな。あの時はごめんなさいね、責任やられちゃったりして。いや、謝るなら私もだ。私がもっと強ければ誰も死なずに済んだんだからな。本当にごめんなさいね、妹たちが誤解して迷惑をかけてしまったみたいで。
何が迷惑なものか。今や二人とも頼もしい仲間だ。それならよかったわ。あの世からハラハラしながら見ていたのよ。ちょっとトイレ。私は何をやっても姉さんにかなわないんだ。それっていつもの激しい遊びのこと？そうなのそうなの、昔みたいに激しく遊んでほしいの。リョーナちゃんは変わってないわね。でもお姉ちゃん昔みたいにできるかしら。病気お姉ちゃんが死んじゃった後はリョービちゃんに遊んでもらってばっかだったから、久しぶりに病気お姉ちゃんに遊んでもらいたいの。何よ、料理相手じゃ不満だったって言うわけ？バカ犬のあんたが偉そうに。ふーん、もっとひどいこと言って言って。リョーナちゃん絶対気持ちよくなっちゃう。どうして料理がバカ犬のお願いを聞いてあげなくちゃいけないのよ。バカ犬はバカ犬らしくそこでチンチンでもしてなさい。相変わらず仲良し姉妹みたいね。お姉ちゃん安心したわ。仲良し姉妹なんかじゃないわよ。リョービはただバカ姉のリョーナをしつけてるだけよ。長女の誰かさんがいなくなっちゃったからね。ごめんね。
お姉ちゃんが死んじゃったからいけないのね。別に謝らなくてもいいわよ。病気お姉ちゃんはこうして生き返ったんだもん。過去のことなんて絶対どうでもいいよ。だからね、病気お姉ちゃん、リョーナちゃんといっぱい遊んでほしいの。わかったわ、病気お姉ちゃんいっぱい頑張る。
立派な忍びへの道を歩いてるって分かったわ。きっとお姉ちゃんがいなくなった後もいっぱいいっぱい頑張ったのね。偉いわよ、リオナちゃん。とっても激しい攻撃ができるようになったし、お姉ちゃん思わず負傷転しちゃうところだったわ。せっかく生き返ったって言うのに、こんなくだらないことで昇天しないでよ。それもそうね。お姉ちゃん昇天しないように気をつけるわ。ねえねえ、涼美ちゃんも遊んでもらいなよ。絶対楽しいと思うよ。遠慮するわ。どうして？昔は涼美ちゃんも病気お姉ちゃんと一緒によく遊んだでしょ。今はそういう気分じゃないの。涼美ちゃん、遊ぶなら二人で遊んで、涼美はちょっと一人になりたいから。せっかくまた三人で遊べると思ったのに。ごめんね、リオナ。リョービはまだ、リョーナちゃん、よくできました。